ザブース、皆さんこんにちは。ドイツガイドの萩原です。今日はですね、皆さんどこに来ているかというと、皆さんもね、一度はどっか写真で見たことがあるかもしれない、このベルリン首都に、ね、なるこのブランデンブルクの門の目の前にね来ています。約200年ぐらい前にですね、プロイセンの王様が建てた門。もともとね、ここはブランデンブルク辺境伯ということで、ブランデンブルクのその辺境伯につながる道としてもともと門みたいのがあって、新たに建てられたんですね。そしてここは1989年12月22日に、東ベルリン西ベルリンを分けていたベルリンの壁が突破された、オープンした場所でもあり、シンボル的なね場所にもなっているので、よく多くのね観光客の人が来る場所にねなっています。この辺りではですね、例えば大使館がたくさんですね、目の前に見えるのがアメリカン大使館、そしてこちら側に見えるのがフランス大使館になります。そして今僕がいるところはパリザープラッツということで、パリ広場にねなるんですね。なんでパリ広場って名付けられているかというと、このブランデンブルク門がですねある場所、このベルリンなんですけど、ナポレオンの時代にナポレオンに征服されてしまったんですね。そしてナポレオンがこのブランデンブルク門の上にある、真ん中にあるこのビクトリア像のね像を奪ってルーブル美術館に持ってってしまったと。ただナポレオンが負けた後に再び取り戻して鉄十字をつけて取り返したということで、そういった意味でここをフランス・パリを打ち負かしたという意味でパリザープラッツというふうにね言われているんですね。でこちらが、反対側にはウンターデンリンデンっていうですね大通り。ウンターデンリンデンっていうのは菩提樹の下っていうね意味があって、もともとは狩場に行くための大きな道があったんですね。ここをずっとまっすぐ行くと、ベルリンの王宮があったり、ベルリンの大聖堂があるということで、本当に目抜き通りに、ね、なっています。そしてこちら側には1907年創業のベルリンで最も有名な格式が高いアドロンホテルに、ね、なっています。チャップリンとかマレーネ・ディートリヒ、あとジョセフィン・ベーカーですね。あと有名なのがマイケル・ジャクソンですよ。自分の子供をこの辺りだったかな、なんかこう落とそうとして一時期話題になりましたよね。これがそのアドロンホテルに、ね、なっています。もう一回振り返りますかね。クリスマスツリーとシンプルですけど、なんかこうとても荘厳な感じがありますよね。このウンターデンリンデンを約2キロね続く大通りということで、左右は館長とかねカフェが多いんですが、この辺りはクリスマスねマーケットはないんですが、もうちょっと先に行くとですねクリスマスマーケットを楽しめるということなので、ぜひクリスマスマーケットの方にね行ってみようかなと思います。ちょっとでもイルミネーションが左右にあるので、ちょっとその辺りをゆっくり歩いてみますかね。プロイセン、もともと王国ってがあったんですね、ベルリンに首都として。ただその前、ブランデンブルク辺境伯、そしてプライセン公国、そしてプロイセン王国、そしてベルリンが中心となってドイツを統一したのが1871年に、ね、なります。その後第一次世界大戦でドイツ帝国が崩壊して、ワイマール共和国、そして第三帝国ナチスの時代を経て、再びドイツが再統一された時に、ボンにあった西ドイツのボン統一されてベルリンになったっていうことなんですよね。シンプルですけどね、すごく美しい。じゃあクリスマスマーケットの方に行ってみましょう。ウンターディンリンデンをねちょっと歩いてきたんですが、ベルリンのね一番有名な、今もしかしたらお土産になってるね。このアンペルマンにね、グッズに、ね、なります。まあ、昔旧東ドイツもしくはベルリンでのその信号機がね、こういう男の子となんですか、女の子の形を今でもね見ることはできるんですけど、していたということで、これをモチーフにした、まあ、ショップがもう20年ぐらい前なのかな、すごく、ね、流行になって、今ではもう日本でも、ね、売られていると思います。まあ、今クリスマスの時期なので、あでもこういうトートバッグかわいいですね。クリスマスバージョン、あと赤と緑のこういうタオルとか、ちょうどね信号が赤と緑なので、あちょうどいい色合いじゃないですか。マウにはアウディフォーラムがねあります。あこっち KPM がありますよ。 KPM って言ったらケーニフィリシェコルツェラマニファクトゥアということで、そのプロイセンの王国が書いてありますね。1763年に設立した陶磁器のね、まあ、会社というか工房になるんですよね。わあ見てください。ここにこのプロイセンの歴代の国王が肖像画がね飾られていて、ここずっと高級な陶磁器磁器の KPM のショップですよ。ミュンヘンはねニュンフェンブルクなんですけど、ベルリンは KPM、 そしてドレスデンはマイセン。あこういうアウトレットのお店もあるんですね。 50% オフアウトレットって書いてあります。あこれはプロイセンを大きな強大な国にしたフリードリヒ大王のね肖像画になっていて、もうシンプルな色付けされてないやつなんですね。あでもこういうの使いやすいですよね。ここはホテルになりますね。ウェスティングランドホテルなのかなきっと。お目の前にはなんか熊の像が見えますよ。そうベルリンは熊がねよく見るんですよね、こういうオブジェが。まあベルリンの街の紋章もね熊ということなんですが、まあそのベアっていうドイツ語から来たっていうふうによく言われているんですが、どうやらそうでもないらしいんですよね。どうやらこの辺り、どうやらもともとここはね、まあ、スラブ人がね住んでいたところなので。まあスラブ語でなんかこう川とか小川がどうやらこの辺り流れていて、その名前だったらしいんですよね。語呂がそういう風に聞こえがね。ベルリンの紋章がベアクルマになったという風にね言われています。ここはフリードリヒ通りにね。なります。なんかでも個人的にこの辺りはモダンな建物と古い建物が並んでいるので、ちょっと銀座っぽい感じがありますね。この辺りはこういうデリカテッセのねお店があります。でまあこのプロイセン公国、王国、そして、まあ、ドイツを統一したということなんですが、一つね、まずなぜ大きくなったかというと、その公国から王国になったんですね。それがスペイン継承戦争っていう戦争があったんですね。まあ、主にオーストリア、ハプスブルク対ブルボン、そしてフランス対イギリスということで、プロイセンの公国はオーストリア側に立ったんですね。そして、まあ、表面的にはオーストリアが勝ったということで、まあ、オーストリアによってハプスブルクによってプロイセンが王国になることができたということなんですよね。まあ、そこが一つの転機になったんですね。一方バイエルンというのは王国になれたというのがそのナポレオンということだったので、もう一番ね、古い王家のビッテルスバッハ家としてはプロイセンに先に王国になったということはもうかなり悔しかった出来事でも、ね、あったんですよね。見えますか、こういうふうに信号がさっきのアンペルマンに、ね、なっています。で次のケーキなんで、あこれギャラリー・ラファイエット。ギャラリー・ラファイエットって言ったら、パリ、フランス。そして、ここの通り名は、フランツィーズ・シャー通り。フランス通りってことなんですよね。そう。フロイセンが経済的に豊かになれた一つの原因というのがフランスにあるんですね。というのは、有名な太陽王、ルイ14世って人がですね、そのユグの、プロテスタント、カルバン派のプロテスタント系の人々を、弾圧したんですね。彼らはとても経済的に豊かで、様々な職についていた金融とかもそうなんですけど、逃れてきたんですよね。で、彼らを歓迎したのがプロイセン。そしてザルツブルクでも弾圧があって、ザルツブルクのカルバン派の人々も受け入れたのがプロイセン、ベルリンだったということで、そういった経済力がある人々を、ここにシュトゥットガルトの有名な近くだったかな、リッターシュフォルトのね、お店があります。日本でも有名ですよね。クアドラードって言って正方形のねチョコレート屋さん。そうなんですよ。ということで彼ら、そのユグノー派の人々を受け入れたということで、どんどんプロイセンが経済的に力をつけていったっていうことなんですよね。前の動画でチューリッヒをね、見ていただいた方も、ユグノー派の人々が弾圧を受けてスイスに亡命して活躍して時計産業が栄えたってことなんですよね。だからいかにそのユグノーの人々が力があって技術を持っていたかということなんですよね。で、その彼らが住んでいたのがここなんですよ。ジャンダルメンマルクトっていう、これから行くクリスマスマーケットがね、開かれている場所なんですが、彼らがもともとこの辺りユグノー派の人々が住んでいたということで、この上に見える、ちょっと見にくいんですけど、フランツーズ・シャドーム、フランス大聖堂っていうのは、その彼らのために作った大聖堂ということなんですよね。ジャンダルメンっていうのは何ですか？日本語で言うと、重い装備をしている、鎧を着た、騎馬兵ということなんですが、そこの、厩舎がね、ここにあったということで、そこからジャンダルメン広場、ジャンダルメンマルクトというふうにね、呼ばれるようになったということで、こういった意味でやっぱりフランスとね、ドイツってやっぱり隣国同士だから、すごくね、結びつきが強いんですね。ベルリンはやっぱり、あと特にフリドリヒ大王はフランスの文化とかに憧れていたので、サンスーシー宮殿を作ったり、フランス語もね、話していたということなんですよね。ということで来ました。ここがバイナフツァーバージャンダルメンマルクトということなので、じゃあぜひ中にね、入ってみましょう。ちょっと会計が1ユーロね、かかるので、1回ね、切る形になります。ジャンダルメンマルクトのマーケットにやってきました。目の前に見えるのはカトフェルのハウスということで、なんかいろいろなポテト系のなんか料理ありますね。ポテトチップスもあったり、やっぱドイツといったらじゃがいももね、促進したのもフリードリヒ大王ということですからね、やっぱりドイツには欠かせない。わあ、見てください、この美しい、やっぱりジャンダルメンマルクトのね、クリスマスマーケットはベルリンで一番美しいっていうふうにね、言われていて、他にもね、いくつかシャルロッテンブルクとかさまざまなね、マーケットがあるんですけど、アクセスもね、すごくここしやすいってことなので、まずはここに来てみるのもね、すごくいいと思います。グリューワインのね、お店、ここはね、でもやっぱりウルムとかに比べるとあんまり数なかったですね。普通のグリューワイン、そして白ワインのグリューワイン、あと噴酒とかありました。皆さんもうKTボルハートまたありました。もうすごいですね。さすがチューリヒもありましたが、ウルムもありましたし、他はどういうものが、ここら辺はマローニ、マロンですね。と言いながらも僕マロン買ったことがないんですよね、こういうところで。トンローネ、これは初めて見ましたね。でもこれイタリアですよね。他には、あと、そう、ここで結構中ね、残念ながらお見せできないんですけど、こういうこうなんですか、アート作品とかさまざまな、こうなんですか、アーティストのお店がこの中にずっと入っていて、中なので暖かくしながら、暖かい状態というか、見学できるっていうことなんですよね。あ、このお店さっき行ったんですけど、クッキーとかさまざまな、あと例えばシュトレンもねあるんですけど、最近はこういう小さいシュトレン、ミニシュトレン1個1ユーロ、まあ、結構するんですけど、小さいシュトレンも食べやすいですよね。あんなに大きいのね切り分けて食べるっていうのはすごく大変なので、手軽ですしね。で個人的にここでおすすめなのがこの、見ますか、アップル、リンゴ、焼きリンゴの飲み物、ジュースっていうこと、ジュースじゃないな、ちゃんとお酒が入ってるんですけど、個人的にすごいこれが好き。これ洋服屋さんがあったり、あとステージでね音楽とかもあるので、やっぱりこの辺りがで、音楽もクリスマスのキャロルだったりとか、普通のモダンなっていうかね、ポップだったりとかあるので、それも楽しいかなと思います。中にレストランもありますね。チラーターラーヤウゼンエッケだから、チラーターラーだから、これはオーストリアのチーズのお店。あー、チラーターラーもね素晴らしいですよ。ここもグリューワインのお店。まあオーソドックスですかね。思っていたよりか、なんかすごく、なんだろう、ベルリンらしいじゃないですけど、首都らしい。ここはチョコレート屋さん。あ、またナッツもありますね。なんかアバンギャルド的なお店はあるのかなって思ったんですけど、意外にオーソドックス。もしかしたらまあ違うね、ベルリンのクリスマスマーケット行くとあるかもしれないんですけど、あ、何屋さんだろうな。こういうグラス、IX あるよとか、ああ、ここもポルツェランだからかわいい。こういう、見えますか、あ、これ花の風になってる、ポルツェランブルーメって書いてあるから花になってる。でこちら側に見えるのは双子の、ね、ドームということで、ドイツアードームということで、こちらもこのスイスの、まあその改革派、主にツビングリとカルバンの改革派と、そしてそのルター派のための教会を建てたということなんですよね。でこちらに見えるのがコンサートホール、シュピールハウスということなんですよね。あ、ここにもクリッペプレスヘイピョがありますよ。わ、でもここはなんかちょっと怖い感じ。マリア様がすごいですね、なんか。うん。ここもレストランとかある感じですね。チーズ屋さん？あ、スイスのチーズ屋さんですね。まあインターナショナルっちゃインターナショナルなのかな。なるほど。まあでもね、こんな感じ。なんか自分もこのたくさんクリスマスマーケットね見てるので、感覚が麻痺しちゃって、もうあまりそんなにこう目新しさを感じなくなってきてしまってもいるんですけど、まあでも雰囲気はすごくいいですよね、やっぱり。ということで、こんな感じで今日は首都のマーケットをお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。またフランスと、ね、ドイツの歴史を少し感じていただけたかなと思います。また次のね動画でお会いしましょう。チュース。